どうもどうも。9月9日はカーネルデー、オリジナルチキンワンピース無料お試し券だって。うーん、1回のみ有効ってことは9月6日から9月9日まで3日間の間に、これ1回っぽいね。なんか毎日とか言ってた人いたけど、この感じ違うな。6日から9日までの間に1回だけ多分これ。どうしようか、行くか。ナイス、こちらです。ありがとうございます。疲れた毎日。外出るだけで通報されるとか、ある意味有名人だ。てかやばくない？俺ぐらいだと思うよ。だってさ、あんな誰でもさ入っていいような公園みたいなとこなのよ。あの保健センターってアスレチックとかもあるし、誰もが入っていいようなベンチとかもあるしさ、一応そこの敷地内みたいなとこなの。公園とかで電話入るってやばくない？あと前川とかでもすげえ電話来て、警察来たけどさ、外いるだけで電話来るってやばくないですかね。川とかもあのね、あの河川敷法っていうのかな、長瀞の川って別に火炊いてバーベキューしてもいい場所なんだけど、それ禁止されてないの。それなのに普通になんかただバーベキューしてるっていうんで、なんか警察呼ばれたりとか火使ってるとかつって、別に法的にも何も問題ないの、禁止もされてないのに、なのに一応警察って一回呼ばれたらさ、来なきゃいけないとかあるじゃん。でそれでなんか呼ばれたりとかさ、そんなんされるの俺ぐらいじゃない本当に。あとさ、シマエニアさんもやばいよ。なんか別に普通にさ、車の中に車検証とか入れてんのにさ、なんか車検証入れてないみたいな通報されて、でそれでなんかあの警察来たりとかで、別に普通に車の中車検証入れてんだけどさ、普段から入れてるんだけど、それは別に普通に入れてんのに、なんか勝手になんか入れてないっていう妄想で通報されて、車検証なんか入れてないって通報があって、見せて、車検証ありますか、見せてくださいって言われて、別に車の中から出してさ、車あの警察帰って、そこまでやらないの多分俺ぐらいだと思うんだよね、マジで。別に他の人のさ、ふわっちの配信なんかそんなまじまじ見ないけどさ、だここまでやられてんのと俺ぐらいだと思うんだよね、多分。他ここまでやられないでしょ。ほんと、気違いが多いんだよ、ほんとに、マジで。俺のアンチって。ここまでやられるやつって多分俺見たことないぜ。まあ、他のやつらあんま見ないけどさ。多分ここまでやられてるの俺だと、俺ぐらいだと思ってるんだけど。もちろん道でいて電話されとかは全然あると思うんだけど。ここまでのイチャモンでさ、通報するので多分俺ぐらいじゃない？俺ぐらい、通報されるの俺ぐらいじゃない？結構やばいでしょ。あの手この手でとりあえずもうなんか警察とかさ、そういうの呼ぼうとするからね。学校の敷地で肌を、だから学校の敷地じゃねえからね。いい加減しつこいよ、あんたも。ケンタッキー行くかな。ということでね、ちょっとね、本当はね、車の中で食おうかなと思ったんだけど、結構今日晴れてて暑いんで、車の中だと。で、エアコンとかかけとくとなんかアイドリングだとかまた電話されるのかなと思って、ちょっとエアコンかけないで車内で食うのきついなと。今日結構晴れてるんですよ。そうだから、ちょっと家帰って食おうと思って買ってきて、家に今来ました。結局家に持って帰ってきました。
そうで、帰ってきました。ケンタッキーに無料のワンピース、1ピースだけ無料です。それ以外は有料です、もちろん。それ以外は有料。ただね、無料のケンタッキーのそのアプリをインストールして、で、それで、そのアプリのクーポンでなんと、6日から、9月6日から9日まで、1回きりですけど、オリジナルチキン1ピースがなんと無料でもらえる。で、他のもの買わなくても、多分もらえると思うんですよ。僕はちなみに他のものちゃんと買ってきましたけど、多分ね、何も買わなくてももらえると思う。で、これなんか、これもなんかクーポンでちょっとだけ安くなったんですけど、なんとかソーダ、トロピカルソーダみたいなやつ。あと月見の2種類のやつを買ってきて。あとは、ひょっとしたら20日まで使う。あ、そうなんだ。で、これが無料のやつです。これが無料でもらってきたオリジナルチキンの1ピース。これ無料でした。はい。まあ、普通にね、これは別に、皆さんも知ってると思うんですけど、ケンタッキー、それなりに行ったことある人。で、あと、ビスケットをね、3つ買ってきました。ビスケット、これ美味しいですよね。うん。これなんか親にあげようかなと思って、なんか、一応ケンタッキー食うって聞いたら、いらないって言うから、なんかチキンみたいなの食いたくないって言うから、ビスケットうまいって言ってたんで、一応親用に、まあ、1個で俺食いますけど、2個だけ買ってきました。まあ、揚げてきます。ということで食べていきたいと思います。うまい。チーズカツの方、チーズ付きの食べようかな。はい。いらない。これ、この前食ったからね。コングソーボーも。うまっ。もう2回目ですよ、この前食ったら。うん。うまい。マックとどっちが、いや、こっちはこっちで美味しいし、マックはマックで美味しいから、もうコートつけてたたいっすよね。もう、黄身がこう、とろーりと。わかります、この黄身の感じ。マックの月見だと多分この黄身のとろり感ないと思う。うまっ。うん。めっちゃうまいな。うん。ドリンクサイズ無料で変更、嘘だ。一応これもクーポン使って20円ぐらい安くなったんだけど。多分これ、セットとかには付けられないやつだと思うよ。なんとかソーダみたいな。トロピカルソーダみたいな。うまっ。うん。
L サイズに変更で、え、そうなの？嘘だ。マジっすか？無料で？このなんとかソーダも？嘘だ。このなんかトロピカルソーダみたいなやつよ、これ。それって無料でできるんですか？セットじゃないとできない。多分これセットでは選べない飲み物な気がする、これ、多分。多分だけど。こっちがね、オリジナルチキンじゃなくて、なんとかチキンのやつ。これも月見ですけど。うん。うまい。うん。めっちゃうまいな。見えますこの。このとろりとした。この黄身の感じ。この上のとこっすね。ここのとこっすよね。このとろりとした黄身。めっちゃとろりとした黄身です。うまっ。いやー、うまいね。うん。うまっ。うわ！落ちた、最悪だ。今、ケンタは、オリジナルチキンチピース、アプリダウンロードして、アプリインストールして、クーポン使えば無料でもらえます。新規のインストールじゃなくてもいいんですよ。すでに、昔からインストールしてる方でも大丈夫です。期間限定なんで急がないと。うん。あ、ちなみにこの今俺が食ってるのは無料じゃないですよ。本物だってね、YouTube とかで見た人かな。まあ、ついでに買ってきたんで、これ、他の。これですね。まあ、皆さん、ケンタッキーね、行ったことある人は分かると思うんですけど、このオリジナルチキン、これが1個無料っす。これ、ただっす。期間中1個だけ、1人。うん。まあ、正確にはその端末を変えれば、1人端末分もらえると思うんですけど。スマホのね。これ無料っすよ。アプリをインストールして、で、アプリのクーポンのとこから、オリジナルチキン無料プレゼントっていうのをやると、これ、もう全員が無料なんだよ。それ見せると。うん。うまっ。なんか無料だからお得感半端ないな。で、僕は、この無料のをもらって他のも買ってきたけど、これはお金出して他の買ってきたけど、多分だけど、他のもの買わなくてももらえると思う。多分。多分、ただで、他のものお金払わないで、つまり0円で多分これだけもらうことも多分できると思う。うん。
一本いくら？え、これいくらぐらいするの？多分200円ぐらいするんじゃない？うん。オリジナルチキンって普通に買うと単品で1個いくら？ 260 円とかするんじゃないのかな？多分100円台じゃ買えないと思うよ。しかもこれ国産のだしね。チェンタといえば国産じゃないですか。260円ぐらいじゃない？ググれば出てくるよ。うん。誰かオリジナルチキンって1ペースいくらか。コメントしてください。多分260円ぐらいだと思う。国産肉のはずなんで、そこそこするはず。月見どっちが美味しかったですか？いや、どっちも美味しいですね。誰もコメントしないっていう。月見は、マックの月見は明日から。ただ、ケンタの月見バーガーっていうの、新発売で多分期間限定でやってんのよ。それはもう始まってんのよ。こんにちは、うん。あ、ナイスどうも。うまっ。あ、クーさんさん、小屋岩さん、当たり当たって、ハイキング。めっちゃうまいな。ちょっと高いよね。オリジナルチキン240円。あ、やっぱそんぐらいか。まあ、国産だからね。コンビニとかだったら多分これぐらいのデカさでも200円いかないぐらいで食えそうな気がするけど。コンビニの方は絶対国産じゃないですよ。うん。やっぱ国産肉の方が安全だし、美味しいみたいなイメージはあるよね。めっちゃうまいよ。最初ケンタッキーって食ってもそこまで美味しく感じなかったんだけどね。ほんと慣れなんだろうね。なんか結構食ってきたら美味しく感じてきた、めっちゃ。あとケンタッキーってちょっとなんかさ、贅沢なイメージない？国産肉ってちょっと高いし、うん。なんかクリスマスとか特別な日じゃないとなんかあんまり、買わない人も多いんじゃない？あ、よっちゃんさん、こんにちは、ニッコアリアス。ありがとうございます。うん。じゃあ、ビスケットも食うかな。これ美味しいっすよね、ビスケット。この蜂蜜かけてさ。これめっちゃうまくない？ビスケット。この蜂蜜かけて食うやつですよ。これめっちゃうまいっすよね。うん。うん。なんかちょっとディズニーランド感があるっていうかさ。これちょっとディズニーランド感ないっすか？ディズニーランドの中にこれ売ってそうじゃない？なんか、この食感とこの味の感じっていうか。うん。わかる？ディズニーランド感がある。プーさんって感じなもん。うん。これうまいよな。うんごさん来た、どうも。
うん。うまっ。いや、トイレ行くついでに手洗ってこよう。これ粘るわ、手が。めっちゃうまかった。もうやることなくなっちゃったんだけど、どうしたらいい。食ったらもうやることねえんだけど、どうしたらいい。あ、匿名の方だし。ハイキングどうも2個。あ、こんにちは、レンチャンです。あ、匿名の方、レンチャンです。あ、レンチャン2個。当たり屋だし。レンチャンだし。あたりきた、ありゃす。レンチャン選挙。当たりきてますね、ありがとうございます。結構当たりますね。うん。じゃあ、トイレ行ったついに手洗ってきます。よいしょ。いやー、食った食った。お腹いっぱいですよ。てかもう風呂じゃねえや。お腹いっぱいで、もうなんか、太っちゃうな、これ。最近もうダイエットとかそこまで意識しなくなっちゃったからな。いや、まあでも、全く意識しないわけじゃないんだけどね。食べる前に太るって意識してるから、そう。まあ、意識してるだけで普通に食っちゃうんだけど。意識してても太らないような、ことをしないと結局、意識だけじゃ意味ないんですけど。食べる前にね、毎回、あ、これ食ったら太るなと思って食ってるから、一応意識はしてんのよ。ダイエットとか太ることに対して。意識はしてんの。でもその意識だけで、実行してないから、痩せるような、行動をとってないから。その意識自体はあんの。あ、これ食べたら太るな、でも食いたい食おうっていう感じで、意識はしてるやん。うん、痩せる行動を取ってないだけだから。うん、意識だけなんですよね。意識だけなんですよ。なんか普通なんか、ね、太れないことを意識するっていうと、なんかその意識して、なんかそのちゃんとね、その意識をちゃんと行動に移してる人みたいに聞こえるかもしれないけど、意識してるだけっていう。うん、本当に意識してるだけなんですよ。行動に移してないっていう。うん。